今回はライフルモッドを紹介するよ。何式なんかしてるんだ？いやいや、式じゃなくてライフルを撃ってるんだよ。作り方は、鉄2個、空鉄海剣5空鉄合子を、上を向いた蛇口みたいな形に並べるとできるぜ。もちろん弾丸も必要になり、金煉獄と火薬空鉄海を、縦に並べると完成。一発の威力は、なんと3000、チャージ前後でダメージに変化はないよ。シンプルスナイパーライフルモッドモッド。みんなも遊んでみてね。台の前に立つとより一層指揮者みたいだな。今回はハンドキャノンモードを紹介するよ。作り方は、棒、鉄ブロック、メガライトをこのように並べるとできるよ。ハンドキャノンを撃つためには、火薬、TNT、ファイアーチャージのいずれかが必要となり、火薬を撃つと反動が発生し、TNT を撃つと反動プラス TNT が飛んでいき、ファイアーチャージも同じように反動プラスファイアーチャージが飛んでいくよ。発射するとクールダウンが発生。ハンドキャノンは高いところに登るのに使えるし、モブにダメージを与えることなんかも可能。左手に装備することもできるし、耐久力は無限だから一度作れば使い放題。Fox's handheld cannon mod。みんなも遊んでみてね。ねえバナナ、おいこら、剣よりも簡単に作れる武器があるの知ってる？もしかしてその左手に持ってるやつか？正解、これはナイフで、棒と鉄を右斜め上に並べるだけで完成。確かに剣よりコスパがいいな。だけどその分、攻撃力が剣に比べて1低いんだよね。コストが少ない分仕方がないのか。自然の成り行きだ。早速実戦で使ってみるぜ。攻撃力1程度の差なら変わらないだろ。確定数が同じなのを見ると、相手にもよるがナイフの方がお得だな。ナイフは全部で6種類あるよ。木のナイフはなぜか作れないんだぜ。シンプルナイフスモード。みんなも遊んでみてね。最近テラリアっていうゲームにハマっちゃってさ、ついテラリアの武器をマイクラに持ち込んじゃったよ。で、それつい、でやっていいレベルじゃないぞ。銅のロングソード、鉄のロングソード、金のロングソード、刀、ビームソード、ボルケーノ、アダマンタイトの剣、クリスマスツリーソード、インフラックスウェーバー。すごいな、実際のところどうやって追加したんだ？モッドの力だよ。このモッドでは25種類ものテラリアの武器が追加されるよ。作り方は？ないんだよね。このモッドの残念なところは、クラフトできないところと、本来のテラリアのような、武器を振った時に出る特殊効果が出ないことだね。テラリアウェポンズエクスパンションモッド。みんなも遊んでみてね。翼は別モッドです。今回は魔法の杖モードを紹介するよ。吐くな。作り方は、T 字型に棒と木材を並べることでできるよ。あれ、でもこれ撃てないぜ。撃つためにはグローストーンダストが必要になるから、実際に撃てるのは結構後になるかも。杖は弓と同じようにチャージできて、チャージするとこの部分が赤くなり、そして撃つとまた元に戻るんだ。杖はそれぞれ、木、石、鉄、金、ダイヤモンド、メガライト、のものがあり、素材が良くなるのにつれて、威力、耐久力が上がるんだな。発射物の爆発には当たり判定があり、直撃の半分のダメージを食らうよ。固有のエンチャントも存在。Magic Combat Wands Mod。みんなも遊んでみてね。剣や斧だけじゃ物足りない。そんなあなたに、斧じゃねえか。作り方は、木の棒を縦に3つ並べて、上半分両サイドを、石、鉄、金、ダイヤモンドで並べるとできるよ。メガライト製も存在。全体的に剣や斧よりもコストが重めなんだな。でもその分、攻撃力が高くて、斧よりも攻撃速度が速いんだ。それなら実戦で試すのみだぜ。なんと、驚異の19ダメージ。エンチャーリなら余裕でワンパンレベルだぜ。気も早く切れて斧としても使えるよ。思ったより万能だな。Fancy Battle Axes Mod。みんなも遊んでみてね。特殊能力を持つたくさんの剣に興味はない？あるぜ。例えば持ってるだけで周りのモブにダメージが入ったり、豚さんをいじめるな。急にどうしたの？ダッシュできたり、見た目もかっこいいな。クリティカルヒットでローテンを吹っ飛ばせたり、攻撃してるとたまに爆発したり、旗が刺さって、その周りに継続的にダメージを与えるというのもあるよ。ただし、ぶっ壊ればっかとは思うなよ。このモードでは普段使いできるようなシンプルな武器も大量に追加されるぞ。ハンマー、クレイモア、スピア、ハルバード、紹介しようとしたらキリがないね。で、その左手の円は何？これはチャクラムだぜ。Simply Swords Mod。 みんなも遊んでみてね。ようやく完成したぞ。何その見るからに物騒なアイテム？おやー、そう、みんな待ち望んだもの、手持ちグレネードだ。ちなみに使ってる間は衝撃吸収がつくから、こういう使い方だってありだぜ。スタイリッシュ。他にもさらに強力になったグレネードや、比べてみると違いは一目瞭然だね。みんな大好き火炎瓶も追加されるぞ。あ、そう。Things that go boom mod。 マイクラの剣ももちろんいいが、もっとかっこよくて強い剣はないのか？こんなのはどうだい？すげえかっけー。てかグラフィックリアルすぎんだろ。そうだね。他にも4種類の剣と6種類の銃が追加されるよ。かっこいい剣に加えて銃も追加されるのかよ。最高だな。それらに加えて帽子も追加されるよ。これはかっこいいのか。攻撃力は一律15ダメージで、敵の戦いに固有な効果があるよ。デビルメイクライウェポンズリボーンモッド、みんなも遊んでみてね。